トークの野郎がなんか守りに入ればとかなんかね嫌な言い方したのよ。これやめたら守りに入ったとか言われるの嫌やな、なんか元気は間違いないし、スイカでなっちゃう。スイカで当たる、スイカやった、スイカで当たった。まだ俺の頑張りが終わってない。お、青に光って今おおプレミア、すげえプレミアだ、プレミア負けた関係じゃない、100倍以上買うでじゃないかな。いや頑張るねこの台本当に。いやちょっと待って、メダルを移します。いいねいいね、かっこいいな。さあ何枚来るか。それで来るか。さてとここ、いやープルリーしません。まああと1000枚ぐらい。まだまだ終わらせたくない。頑張れ決勝。アンスメ。うわあマジか。ダメか。まあ青オーラにしてはすごい上出来、474枚。おおすごい。どうだ、100枚とのし強いね、ここね。やばいね、すごいね、すごい強い。プル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 しないしないしない。よーし伸びるね。いやー頑張れよケンシロウ。
ないな。そしてトレーナーエイズさんが100乗せ、いいね。ロックは終了、いきます。おお、やばいね。あと3、4回転前はホットランプや。スペシャルエンドを入れてるからあれで10ポイントやから、15ポイント、20ポイントいたらホットランプ入るから。あ、マジで。超高速レインダーのブルッタ、ほんまにトラック持っていけるんじゃん。多分いけるかも。あと1000枚いらないぐらいですよ。あ、追撃。あ、ブルッタ、ブルッタ、ブルッタ、おい、合わせ290。頑張るね、ケンシロ、マジで。粘れ粘れ粘れ。粘って。いやー、頑張る。これはちょっと、このレバーオン。あ。あ、100、ごめん、スキップしちゃった。まあいいや、いいでしょう。100でした。100、ごめんなさい。オッケーバトルね。ここはぜひちょっと安心できるような戦いしたい。安心できない。うわー、惜しい。ここまで来て、あとちょっとやけどな。やばいね、もう復活ばっかり。1000枚オーバーね。シャッフル。ラオ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 。あ。怖いなぁ。いや、さすがにもうきついでしょ、さすがに。もう一回復活あるか。さすがに
まあもうほぼトントンです。ほぼほぼダンスペ終わっちゃった。もったいない、もったいない。僕逆転しに行きます。A タイプ、あとワンビッグ、あとワンビッグだから、ショートの分だけ A タイプに持っていこう。そう、もう今度はほら、ヘルトムドは少なく遅いけど、ピンの穴から動作ムドは速いけど、俺は頑張るよ、やってくるわ。はい、ありがとうございます。はい、あと残り500枚は花火で出します。さあ最後は花火でできれば2ビッグね、まあ、今すぐだったら1ビッグで済みます。急が2ビッグ。ラスト、はい、じゃあちょっと10枚だけ流して終了です。合計2000枚になります。これでありがとうございます。はい、2000枚ですね。まああの状況からこれはよくできましたと思います。くそー。おっしゃ、やりました。チャンス目の連なりでね、えチャンス目じゃなかった、チャンス目チャンス目チャンス目みたいな感じで、おーすげえ、チャンス目の連なりで当たる、嬉しいパターン。チャンス目だけで当たった、いやーこれはありがたいね。カウンター何も作動してないんでね弱チャンス目の連なりで頑張りました。危ない危ない、ほんまに寝かけてたからよかった。がっつり乱りました。はい、あーテンションが、テンションが上がるようなオーラ来い、白オーラお、アドスタート、おお、さあ勝ったら3桁乗せ、まあ勝率はね五分五分、約 50% ぐらいやけども、勝ったら3桁乗せ確定の龍が、頑張れケンタン、いけいけケンタン、へい、おお、やったやったよ、はーい、いけ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 、さあどうだ、へい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 、あーげまあげ、ちょうどね終わるとこやったんで助かった。ここはノーチャックルで、さあ三発は避けたい、あらセリフが出ない、
るぞ。まずい雰囲気だぞ。蹴りか。ケンタソン、ケンタソン、避けて。おー、いいね。ナイスガード。ナイスガード、ケンタス。はい。あー、きついな。次がきついな。頑張ろう。ロングシャク。お、フェリファリ。やーん飛んできたよ、飛んできた飛んできた、もろたもろた、いやー粘れんなー、あなかなか波に乗れないですね、あちょっとね、まあそのほらトムが最後の勝負に出たように、まあ、実戦のねタイムリミットが迫ってきております。俺もね、まあもちろんその1回もう流した1549枚のレシートがあるんで、まあ、勝利は確定なんやけど、やはりねもう1回ぐらいちょっとね見せ場を、2回当たってるのに単発と2連やからね、もう一花探したいな。ちょっと演出的には弱めやね。おっ、追加3つ順番がちゃうな。追加やらチャンス目やらでね、モードを上げて天国滞在中に中継で刺す、それが正しいお作法なんやけど、なかなかね。でそうなると中継の 25% をね、25% 以上の確率で、最悪でも 25% で引けないときついわな。ラスト、あーなんですか、見たびスルー、見たびスルーされた、これは痛い、弱い、チャンスゾーンもいかへんし、うわー、ダメだこりゃ。はい、NBAG 2戦終了です。あー消化不良や、1回流したやつが、1549で、今流したのがえらい減らした、466なんで、まあ、かろうじてね2000枚いてます、ほんまにギリギリや、2015枚。あーなんかすごい消化不良。出ました、トムさんの印象は
おお、なるほど。トム、いやー、初めて会った時って何年前ですかね。それこそ安田大和店かな、一番最初に会ったの。みんなでパチドキファミリー全員集合みたいな時があって、これ全然違ったらどうしよう。多分安田大和店だったと思うんですけど、いやーすごいなんか大きい外人さん本当にびっくりしました。背が高くて外人さんなのに日本語をペラペラでみたいな、もうありきたりな感想ですけど、でもちょっと怖いイメージありました。やっぱり、いや私から見たらすごい上ですからね、トムさん。もう見上げる感じので、スロダキの収録もそんなにたくさんね、年にあるわけじゃないので、そんなに会うことも少ないですし、パチドキファミリーでこうバッて集まった時にお会いすることが多いんですけど、だから年に本当に会うのって数回だから、こう徐々に徐々に喋れるようになっていったみたいな感じで、一番最初のスロダキの収録とか安田大和店かな、わかんないけどすごい緊張したんですけど、実際すごくやっぱりオーストラリア人ということで、すっごいフレンドリーでフランクで、私なんかにもすごいたくさんいろんなこと教えてくれるし、喋れるようになって、あ、優しい人だなって思いました。優しい人だなって思、優しい人だなって思いましたここをちょっと大事なんで3回言っときましたけど、はい。結果発表、イエッ、よっ、いいよ、よっ、いやいい戦いでした ね、 ねえ、まさに激闘、ね、いやどっちからいきましょうか。レディファースト、レディファースト、うん、いいよ私、ね、そんなに私すげえ顔してるな、そう、あれ生ってですか、生ってってもうちょっと寒い、そうやなと思って、いやもう寒い、全体的に寒い、当たらなかった当たってない、引からなかった、あらま、初めてかも、いや身も懐も寒くなって、寒くなって帰りますかわ、はい、かわいそうです、はい、かわいそう、痛くなって、じゃあ私行きますか、あ、いいですよ、ね、じゃあぜひぜひ、私エイジね、ご覧いただいたようにまずは、はい、コント凱旋で、はい、10セットで一撃2900枚、素晴らしい、すごいね、でそこまでは良かった、うん、でトムに守りに入ってみたいなことを言われて、チキショーと思いながらも、うん、守りに入っちゃって、入ったのかい、で、まあ、トムと打ちたかったの、あ、そういうことね、トムと打ちたかったね、トムと並んで打ちたかった ね、 ね、うん、で、トムの横行って打ったんですけども、もう中継引けども引けども、スルー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 と、うん、かまされた挙句に最後思いっきり天国、全体天国行ってるねっていうところで急に引けなくなるというね、本当あるやつあるあるね、で、2900枚あったメダルを、はい、900枚削られまして、1250枚の2015枚、うん、2015枚、まあ、900枚弱やね、よいよい、浮いております、いや、いいじゃないですか、ナイス、素晴らしい、いい結果、しかし、で、お、まずエイジは勝ったよ、エイジが勝ったよ、エイジが勝ちました、我らが主役、僕が勝つと、うん、豪華視聴者プレゼントがあるみたいな内容になってるんですけど、トーマス、プレゼントだ、トーマス、どうなの、トーマスは2000出しました、お、2000枚、はい、すげえ、やったね、勝ったも同然だね、そう、俺と同じ枚数出してんだもん、そう、2000枚だもん、すごいすごい、素晴らしい、しかしその時ししトムさんの財布から5万1000円が消えましたので51名、51名が消えたんで、実はなんとマイナス550枚です、あらまあ、ただね、ただその、いや、2550枚でしょ、マイナス、そう、ね、最初は51名で、ね、よっちらよっちら出てった、ね、40名帰ってたでしょ、後半ね、ちょっと待ってよ最近ちょっと調子良かったんです、すごくすごい練習をしてて、いや、財布から、うん、もうどん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 やっていくだけ、そうだ、今日は
実際前に見せられた。すごいいやらしい。そう、財布が分厚い。もうえらい、えらい、ね、かまぼこの板みたいなね。もうすごいですよ、今。その子の太い財布はさすがに大丈夫やなと思ったら、さすがに5人目、6人目突入した時に、うわ、財布が俺の声みたいにちょっとなくなってるわみたいなと思ってたけど、まあ無事に2000枚か入ってきたんで、まあ気分的にね、気分的に全然すごい勝ったようなもんです。というわけで2人面白いということで、そういうことで、はい、はい、ええかい。いや、ツッコミがおらんな、全員ボケだな。ツッコミがおらんな、ちょっとあげたいなと思って。いや、あげたいけど残念ながら、まあまあね、ルールはね、ルールはルールですからね。え、今日、まあ2年ぶりぐらいですけど、どうでした？やっぱするあね、やっぱりトムと打てるのおもろいわ。ありがとうございます。いろいろもうね、あのスタンスやってる。いろいろ最初の尻尾突っ張りかな。流れがちゃんと、ね、斜め後ろで見てたら北斗でビュンビュン盛り返してきて、一気に2000枚オーバーして、もうあとはボーナス1回でプラスやね言うてあかんねん。大本通りみたいな。このジェットコースターぶりが素晴らしい。払って、ね、さすがやで。いやまたぜひ。だってでも基本来てる時はいい展開多いような気がします。ワンワン祭りはちょっと違うんですけど。あ、 ね、あれは違った意味で見せ場だけど。まあ、もう動画制作さんどこまで行くんやねん。そう。20何回ついてるもんね。まあ、そういうのもね。抜きにしたらだいぶね、毎回いいんで、ぜひ来てください。それはもうぜひぜひね。またすぐ来てください。全然声かけてくれへんねん。まず、まあ、その前に飲み行きましょうか。OK、そのままでいい。はい、OK、またその時もよろしくお願いします。最後にね、いつものポーズで決めたいと思います。はい、外国人スロットともの今がスロドキー、ジャッキー、ジャッキー、ジャッキー。